団スラムのこれってどうですか？というわけで始まりました、劇団スラムのこれってどうですか。これってどうですかって何ですか。このラジオはですね、日常に潜む些細な疑問を劇団スラムの2人で解決していこうといった具合のラジオ番組になります。というわけで第1回のお題ですね。今回取り扱う日常に潜む些細な疑問は、満員電車の中でカバンは前に持つか背負うか、それとも足元に置くかという話題でございます。なるほど。これ結構さ、はい、意見割れると思うのよ。まあそうだね、マナー的な問題もね、結構ありますから。そう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 。でそのさ、マナーの種類としてもなんか形がいくつかあって、俺がね前に見かけた意見で、カバンを前に持ってる人に対して、スマホを操作しやすくするために前に持ってるっていう風に言われてるのを見たことがあるのね。ひねくれてんなだから、あ、人によってはそういう風に見るんだと思って、俺の中では、俺は結構こういうの、カバンは前に持った方がさ、満員電車って若干丸まりがちじゃん、人間、はいはいはい、だから前に持った方が最終的に小スペースになるのかなと思って前に持ちがちなんだけど、おひなさんは結構どっち派ですか？いやー、うちはね、うん、横かな何お前コアラかなんか、お前のカバンダッコちゃんかコアラ。ちゃんとした カバンとしてね、リュックサックだったら、うん、多分前だ。はい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 。あー、まあそうだろうね。あんまりリュックサックタイプを使わんですね、うん、トートバッグとかなんで。あ、そっか。はい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 。そこまで横にあっても、うん、邪魔になんないサイズなのよ。なるほどね。そうか、あ、ガチで横なんだね。でもリュックサックだったら前に持つ方が、うん、総じてお得だと思う。総じてお得というと、ね、まあ、そのさっきのスマホがやりやすい、めちゃくちゃある。ああ、はい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 。まああるよね、あれはねあとやってる側としてはちょっとあるよね。めちゃくちゃあって、うん、あとね、うん、ジャパンに住んでたら分かんないかもしれない。うん。うん。え、何？いきなりルー・オシオみたいな。いや、日本に住んでたらね、うんうんうん、あんまり危機感ないかもしれないけど、やっぱさ、うんうんうん、カバンって、うん、開けるところがあるわけじゃん。カバンだけにね。うんうんうん。で、それをね、自分の目の見えないところに置くの怖くないですか？立ってる状態で。あー、それはちょっとあるね。なんかさ、ちょっとさ、なんて言うんだろう、カバンって背中に接する面と反対側、真反対側、普通上側についてんじゃん。背中に接する面の上側にチャックがついてるじゃん、はいはいはい、だけど背中に接する面と真反対にチャックがついてるものもあったりするじゃん。背中と接、あー、正面にね、なんかちっちゃいポケットとかのね。そう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 、そう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 、そういうところにさ、まあ、ちょっと旅行とか行くときって結構荷物が多かったりするからさ、はいはい、財布とかの取り出す回数が多いの、そこに入れたりするじゃん。それなのよ。その時さ一番自分より遠くにあるわけでしょ、うん、財布が。そう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 。あれがね、やっぱりちょっと怖いなっていう風に思うから、やっぱり前に持ってた方が安心感はあるんだよね。普通にさ、なんか遊びに行ってる時とかに、うん、いたずらでチャックさ、うん、スッて開けられてもさ、はい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 、気づかんときあるじゃん。あ、わかる。めちゃめちゃわかる。あれを知っちゃうともう戻れないのよ。なんかあれなんだね。ああいう悪ふざけってさ、本当にただの悪ふざけだと思ってたんだけど、大人になってから危機管理意識として発動されるようになるんだ。お前こんなにして危ないぞ。じ。お前はあの時の2組の田中みたいなさ。そんなことになるんですね。やっぱ総合的には前に持つのがお得、うん、あとまあ触れなかった、さっきはあんまり触れられなかったけど、足元に置く場合もまあ俺はあって、はいはいはい、電車が混んでない時は結構足元に置きがちなんだよね。はい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 、わかる。まあさ、一番いいのは間違いなく体積取らないのは足と足の間に挟むことじゃん。そう、もうすでに自分がいるスペースに置くだけだからね。そう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 。だから全然幅も取んないし、いいんだけど、満員電車になっちゃってめちゃめちゃ混み合い始めると、つまずいちゃうんだよね、他の人がそこに。ああ、なるほど。
そう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 、だから基本足元だけど満員電車では前っていうスタイルが俺は多いかな。足元に置いた時ね、うん、一番個人的にめんどくさいのはさ、それこそ特急とかだったら別だけど、毎回ちゃんとドアがさ開くタイプの電車があるじゃん、うん、各駅停車。ああ、はい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 、その時に、まあ、立ち位置にもよるんだけど、うん、10センチぐらいずれなきゃいけないシーンない？まああるわな。その時にカバンをさ、うん、足でズッてやるのさ、うん、ちょっと嫌だから、うん、いちいちちゃんとカバン持ってスッてちょっとだけ動いてまた置くっていう作業をさ、やんなきゃいけないわけじゃん。はいはいはい、あー確かにね。その点で、まあ、足元ね、うん、いいけどちょっと面倒さがあるよね、うん、あー確かにね。まあ前に背負ってれば常に一体となってるわけだからね。そう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 、自分が動けば勝手にカバンがついてくるからさ、うん、そう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 。まあだからあれだね、基本はやっぱり前に背負っていくのがいいんだろうけど、あのああいう風に見られる可能性もあるっていうことは頭に入れとかなきゃいけないって感じなのかな。スマホね。いやでもめちゃくちゃ使いやすいよスマホ、あのいやカバン前に置いてると、うん、すげえわかる。あのいやちょっとそれこそなんかいやいじんの疲れたわって思ってさ、スッてさ、うん、いつもだったらポケットに入れたりさカバンに入れるかぐらいだけど、はい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 、カバンが前にあるとね、うん、そこに置けるんだよ。はい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 。つって置いて、あーっつってなんか周りのさ、うん、乗ってる人の顔見て、うん、でまたスマホに目を戻すわけです。何その周りの人の顔見る時間。いやいやいや、見るだろ。見ねえよ別に。マジで？え、全然見ない。いやなんか、あの人、うん、ギチギチで苦しそうだなとかさ、狭そうだなとか、うん、時々めちゃくちゃ目が合う人がいて怖ってなる。お前あれだろ、学生の頃にさ、あのクラス変えた後の自己紹介で趣味は人間観察ですって答えるタイプだろ。いやそれは答えないけどね。あとこれ一個ね、あ、はい、うん、あの選択肢として現れてない、うん、網棚の上、これはやめといた方がいい。あー網棚の上か。あれは基本でも椅子に座る人用的なイメージも強いけどね。椅子に座っててもあの、うん、ドアの近くとかだと横から入れれるじゃん。あーはい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 。でそうだ、ね、まあ、それで入れれるのはいいんだけど、うん、あそこ俺調べ7割ぐらい忘れるからやめた方がいいです。まあよく聞くよね、あそこに忘れるっていう話は。俺はないけど、俺調べ7割ぐらい忘れます。まあ忘れた人がきっと周りに多いんだろうなっていう感じはひしひしと伝わってくるよね。そう、たださ、はい、あのまあ前に背負うのが結構定番だと思うんだけど、そうなってくると、うん、俺前に背負ってるとさ、あの結構なんていうの、しっかりしたっていうの形が、あーはいはいはい、あのふわふなんていうかな、メッシュとかで押さえたらプシュってなるやつじゃなくて、ちゃんと型がついてるやつね、四角とか。そう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 。だからなんかこうね、あのスマホをいじろうと、窮屈な中でスマホをいじろうとすると、あのそのカバンをあのなんつうの、下に押し付けるような形になってしまうっていうの、肘とか腕で。あーはい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 。だからめちゃめちゃ肩こるんだよね。かっぺーのにね。いやマジ、ただでさえ肩こりやばいのにめちゃめちゃ肩こるのよ。はいはいはい。だからなんかさ、そう、あのデスクワーク系とか、まあ、編集とかやってたりするとさ、実況動画とかショートとかの最近の、うん、やってると結構デスクワークがまあ多めになるわけじゃないですか。まあ、だからそれでこう最近なんかこう血行から改善していこうと思って、最近ねサウナにハマってるんだよね。めちゃくちゃ飛ぶじゃん。飛びすぎかな。いやでも満員電車って実はこの時期、うんうん、サウナなんだよね。あ、違う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 、甘いよ、なめんなサウナ、謝れ。いやサウナに謝れマジで。いやあのね、ちゃんとね、うん、扉が閉まってる時はガチのサウナだし、うん、駅に止まってさピンポンピンポンっつってさ、うん、扉が開いた時、うん、風が来てロールになるんだよ。分かってねえな。サウナ知識マウントじゃん、ただの。いやね、
まあね、あの比喩表現としても、あの実際に暑苦しさとしても、まあサウナっていうのは結構まあ適した単語ではあると思うのよ。はい。ただモノホンはちげえのよ全然。そりゃ知ってるよ。俺も普通にサウナ使ってることあるから知ってるよそれは。あ、びっくりした。サウナを初めて知ったのかと思った。サウナって何ですか。そうそうそう、劇団スラムのサウナって何ですか。でまあね、最近ちょっとハマり始めてるんだけど、はい、今までサウナを友達に勧められても、まあサウナ自体に入ってるのがまあ1分2分、うん、でまあ水風呂冷たすぎて疲れねえみたいな感じだったのね。はいはいはい。だけどなんかこう友達とサシでこうサウナに行く機会があって、うん、その時にその人がサウナ詳しいから、まあいろいろ教えてもらいつつ体を慣らしに行ったのよ。サウナーだったわけね。そう、プロのサウナーだったマジで。でなんかこうサウナってさ結構90度とかあったりするからめちゃめちゃやっぱ暑いし息苦しいんだけど、うん、でなんかもうなんだろう、なんか貧血とかなんか体がぶっ壊れるみたいな感覚に陥るまで、まあ大体90度ぐらいだったらまあ6分ぐらいかかるんですよサウナに入って。はいはいはい。でまあ6分ぐらいかけて、でも今までだったら俺32分とか1分とかだったところをまあ6分入れるようになって、うん、でそれでこの水風呂もう今までまあ足使っただけで、あもう無理もう無理もう無理ってなってたのを、なんかもう思いっきりねザバンって肩までこう入る方法、なんかゆっくり入るより軽く桶で水を体に流してから一気にザバンって入ると体持つよみたいな、はい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 、冷えってならずにこうゆっくりしっかり入れるよっていうことを教わって、こう水風呂にザバンって使ったのよ、うん、で俺その瞬間心臓の鼓動がバカ速くなってでなんか息苦しいのめちゃめちゃ、うん、でも呼吸もいつもの呼吸じゃなくてスーってやってないとなんかもう呼吸できないみたいな、俺ここで死ぬのかっつって、そうそう、なんか待って本当に体やばいけどこれ俺死なねえかなとか思いながらスーってやってると、だんだんね自分がいる位置の周辺に1ミリだけ体温の層みたいなのが出来上がるんですよ。ほう。でなんかこうね動いても大丈夫、動かなければそんなに寒くなくなるの。ちょっと動くと冷たいのにこう当たっちゃってヒーってなるんだけど、はい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 、なんかねこう層ができてね、こうあ少し入れるわっていう感じになって、まあ、ゆっくり疲れるんですよ。でそうするとそのうちなんかね脳みそが冷蔵庫になるの。リフレジレーターにね。そう、リフレジレーターになるんだけどめちゃめちゃ発音よく言ったけど何もリアクションがなくてちょっと寂しいんだけど、いやイントネーション違いそうだなって思って指摘するな。まあだからそんな感じでね、しっかりこう使ってると脳みそがねすげえ冷えてきて、吐く息もなんか俺の空気エアコンみたいな感じになってるのマジでマジでマジで、はいはいはい、なんかさ口の中の温度は高いんだけど、そこをこう自分の肺から吐く息が通るときにめちゃめちゃ冷たいのよ、うん、なるほどね。で口がエアコンになって、でそうするともうあと少しなのね、そのままだんだん入ってるとあと少しで死ぬってこと。そうサウナって本当にいかに死まで近づくかだから。ああそういうこと。うん、実際に死んじゃダメだよ。いやもう比喩表現、水風呂が死体風呂になるからね、うん、そう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 、なんだっけ、検索してはいけない言葉の人間スープみたいになるので懐かしすぎるだろでねそこでまあこう脳天が冷えてきてちょっとね水風呂に入っててクラッとする瞬間があるの、うん、その瞬間に今だっつって上がるとバカ立ちくらみすんのね。おお。であやばいなんか病気患ったかなみたいな感じに思いながら、こうそのなんつうのサウナから上がった水風呂から上がった人が休む用のさ椅子みたいなのがあって、あるね、そこでこう座ってねこうじっとしてると、このサウナによってまず芯から温められんじゃん。はい。だから体の内側がまあ一番高温な状態になるのね。でその後に水風呂に入る前の一瞬サウナの外と水風呂の間の空気をまとうから、はい、内側サウナ温度、外側外気温になるわけ。なるほどね。でそこから水風呂に入るとさらにそこの外気温の外に水風呂の層をまとうわけね、はいはいはい、水風呂の温度の層を。でさらにそこから外気をまとうと、もう内側からサウナ、外気、水風呂、外気っていう4層をまとうことになる、うん、で熱って
あのなんだっけ、平均値を保とうとしてさ、熱がこう移動するじゃん。うん、はいはいはい。だからそれでね、その熱がこう温度を平均化しようとして移行する、その熱の温度を交換してる時にめちゃめちゃ体中がじわーってなって、あ、これが整うってことかっていうのをすごい学べるんだよ。いつそのワードが出てくるか俺ずっと待ってたらさ、なんかめちゃくちゃダラ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 と話し続けてきたから、まだかなーつ、もういっそ俺からさ、あ、整うってことつってさ、さらっと言っちゃおうかなって思うぐらいずっと待って俺もしね、整うってことって言われたら半切れしながらそのまま続けて最悪すぎる。まあじゃあ話が脱線しまくったところで、そろそろまとめに参りましょうか。はい。本日のテーマ、満員電車の中でカバンは前に持つか背負うか足元に置くべきかという話でございますが、結論としてはサウナで整っていきましょうっていう感じですかね。なるほど。うん、まあ満員電車もサウナって言うしね。何、お前もう一回20分ぐらい話そう。